はい、こちらですね。では行きましょう。はい、まず一つ目というかこの説明なんですけども、今回勉強するのは What is 何々っていう形、ほにゃららは何ですかっていう形ですね。まず、What is の短縮形は What っていうのがあります。ここを What っていうふうにしても同じ意味ですね。で、最初に使うときはこの W はもちろん大文字になりますので、What is 何々または What's 何々っていう文字ですね。はい。で、ちょっと最初全部一気に行くと難しいので、少しずつ行きたいと思います。まずではこの What is の話をしていきます。What の後ろには疑問文の形を使います。これは後で例文出てくるので、そちらで説明します。あとは、Yes または No では答えられないので、文末を下げ調子で読む。下げ調子っていうのは最後をこう少し下げて読むってことですね。疑問文っていうと相手に質問してる文はこう後ろをよく上げて読みますよね。例えば Do you play soccer? っていうふうに上げて読みますけど、 What で始まる文っていうのは何ですかって聞いてるので Yes, No では答えられません。でこのような時には後ろを下げ調子ですね、上げずに下げて読みますということになります。では実際の例文で見ていきましょうね。はい、まず括弧1番に書いてあるのがこれですね。こちらの文は What is this? What is this? または What's this? What's this? ですね。どちらで読んでも同じ意味になります。これは何ですか。よく聞いたことあると思うんです。 What's this? なんていうふうにこうよく使うので、これは何ですか。でこういうふうに聞かれたら答えるときに、何ですっていうふうに答えてあげるので、例えば It is a pen. It is a pen. または It's a pen. It's a pen. のように答えると。まずこれ一つ目ですね。はい、ぜひ読んだとき後ろ後に続けて読んでみてくださいね。じゃもう一度読みましょう。 What is this? What is this? What's this?What's this? It is a pen. It is a pen. It's a pen. It's a pen. はい、では括弧2の方に行きたいと思います。はい、今度は this ではなくて that ですね。What's that? What's that? もちろん what is that でもいいですね。あれは何ですかという意味になります。で、答えるときには、It is a desk. It is a desk. それは机です。のように答えると。で、この1と2ですね、まとめて、説明しておきたいことがあって、疑問文の主語 this、括弧2番は疑問文の主語 that ですね。これがどちらも it に変わっていますよね。これがポイントですね。もう一度いきますね。括弧1番が What is this?What's this? っていうふうに this って聞いて答えるときに it を使って答えると。で、次、括弧2番の方が What's that? っていうふうに that を使って聞いて答えるときに it を使って答えていると。これが英語の大事なルールですね。this で聞いても that で聞いても it で答えると。これって聞いてもあれって聞いてもそれって答えるということですね。はい。では、まず、括弧1と括弧2ですね。で、これで、上のこの説明が終わったので、では、今度こちらに行きましょう。What do you 何々っていう形ですね。今まで do you っていうのを習いましたよね。do you 何々。今度は最初に what がついて、What do you 何々っていうふうな形になります。で、この質問も、後ろを下げ調子で読みます。Yes, No で答えられないので、はい、ここまで動画を見ていただきましてありがとうございます。一応前半動画はここまでとなっています。で、後半の動画ですね、この続きの動画を見たいときには、メルマガ会員の方に登録していただくことになります。例えばこのトップページですと、この上からずっと見てもらって、ここですね、
ここにメルマガ会員への登録のフォームがあります。お名前とあと E メールアドレスですね、名前は苗字だけでも結構ですので、ぜひここ入力していただいて、でこちらの確定というところを押していただくと簡単に登録ができます。でもしもういらないという時には配信停止もすぐできるようになっていますので、ぜひ登録していただければと思います。で登録するとメールが届きます。でそこに会員の、パスワードですねの方がありますので、こちらのメルマガ会員ページというところから進んでもらって、でそのパスワードを入力してもらうと、後半の動画も含めたフル動画ですね、全部の動画が見れるようになっていますので、ぜひメルマガ会員に登録してみてください。はい、では後半の動画ですね、続きの方でまたお会いしたいと思います。よろしくお願いします。